いやー今年の初夏も暑いな。日中25度を超えて30度近くなるとさすがに長袖のシャツだと暑く感じるんだよな。だけども夏に向けてちょっと予算は取っておきたいから、なるべく初夏の着こなしは予算を抑えながら全身ユニクロとかでコーディネートしたいんだけども、誰かわかりやすくそのあたり教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、全身ユニクロで初夏コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、今年もですね、初夏暑いですね。30度近く上がる日も少なくないので、そうなると長袖のシャツだとちょっと暑いかなと感じる方もいらっしゃるかなと思います。まあ、そんな時に役立つようなですね、具体的な初夏コーデを今回はですね、なるべく予算感を抑えながら全身ユニクロでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、毎シーズン恒例で行っているこの全身ユニクロコーデなんですが、結構手持ちのユニクロの服だけでコーディネートするので、簡単ではないんですね。ですが、なるべくですね、皆さんに再現しやすい形で、分かりやすいコーディネートを意識しながらですね、組み立ててみましたので、よかったらですね、今後の着こなしの参考にしていただきたいなと思っています。まあ、初夏というのはですね、真夏とはまたちょっと違って、ある程度の重ね着ができるんですね。真夏になると、やっぱり T シャツ短パンみたいなものがもう最高だったりするわけなんですが、初夏だったら、ちょっとまだそういった着こなしは早くて、T シャツに半袖シャツを重ねたいだとか、まあ、ちょっとした重ね着なんかも楽しめる季節なので、まあ、そのようなですね、初夏に適したコーディネートを皆さんにしっかりと解説をしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に全身ユニクロ初夏コーデを皆さんにですね、3つご紹介したいなと思ってるんですが、まず1つ目はですね、初夏の中でもそこまで暑すぎない日にですね、活用していただきたいコーデなんですが、長袖のシャツを腕まくりするような着こなしですね。まあ、僕もですね、こういった着こなしが結構好きでよくやるんですが、半袖シャツに比べると長袖なのでちょっと大人っぽく見えるので、個人的にはこのようなスタイルも好きです。で、今回僕が着てるのはですね、先日もちょっとご紹介しましたが、今季のユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションのシャツを着ています。素材はコットンで、柄はですねストライプなんですが、まあ、単調なストライプというよりはマルチストライプになっていまして、2枚の生地をですねつなぎ合わせたようなデザインになってまして、これもですねなかなか凝っていてバランスがいいなと思います。まあ、マルチストライプというだけでちょっとアクセントがあって、さらには2種類の生地を使ってということで、かなりエッジが効いてるかなと思いつつ、遠目から見ると結構ですねそんなにやりすぎ感のない柄なので、結構大人世代にも使いやすいのかなと思っています。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回はですね普段 M を選ぶことが多いんですが、ワンサイズアップしまして L サイズを着ています。ちょっとこうゆとりを持たせてきた方が、こういったシャツはバランスがいいかなと思いますし、風が通り抜けるような感覚で、僕はタイトすぎる感じよりはこれぐらいのフィット感が好みかなということで、こちらのサイズを選びました。で、ポイントはですね、やっぱり初夏なので着崩すということかなと思っていまして、長袖シャツなんですが腕まくりですね。たまに聞かれるんですけども、僕は腕まくりはですね、まあ、この状態からですねちょっと大きめにまくりまして、その上からですねもう一回こういった形でまくるみたいな感じでですね、腕まくりをしてるんですが、まあ、腕の関節よりもちょっとこう手前の位置でですね肌を見せてあげるといいかなと思います。これがまくりすぎてしまってもちょっとこう張り切りすぎた人みたいになるので、まあ、できる限りですねちょっと肌が露出してるかなぐらいに抑えてあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、このような形で着崩すポイントと、あとは第一ボタンと、個人的には第二ボタンぐらいまで開けて下の白 T とかを覗かせるぐらいが、まあ、ちょっとリラックス感があっていいんじゃないのかなと思います。こんな形でちょっと着崩していますね。はい。そしてま、下はいつも通り白 T を着て、この白 T ですね、下に着てるものは、まあ、どういったものでも特に問題ないんですね。まあ、今季の JW アンダーソンとのコラボレーションの T シャツとかは、ちょっとプリントも入っていて、第2ボタンぐらいまで開けるとちょっと柄が見えるので、まあ、そういったものなんかでもいいかなと思います。で、ボトムスに関してはですね、上もちょっとゆとりがあるので、まあ、タイトな感じというよりは少しゆとりを持たせたようなユニクロのですね、タックワイドパンツですね。まあ、これは僕の中で定番としてよく使って
っているんですけども、色はグレーを使いました。まあブラックでもいいんですけども、今回はですね、上のブルーが爽やかなので、あまりパキッとしすぎないようにですね、ダークグレーぐらいで合わせることで馴染ませています。まあこちらはワイドパンツなんですけども、センタープレスも効いてますし、そこまでワイド感ないので、まあ気軽に履きやすいかなということで、今回はこちらを合わせています。で、足元はですね、ちょっと軽快にしたいなということで、今回はグルカサンダルを履いています。まあ靴だけちょっとユニクロではないんですが、このようなグルカサンダルでちょっとだけ肌を見せてあげると、まあ軽快な感じがするかなと思うので、よかったら試していただきたいなと思います。また腕ですね、ちょっとこう時計だとかバングルだとか、そういった小物を足してあげたいだとか、あとはメガネですね。僕はこういったメガネですね。目はいいんですけども、日頃からですね、紫外線対策でメガネかけてるんですが、うっすらとカラーレンズ入れているんですけども、こんな形でちょっとした顔周りにアクセント作ってあげても、夏の着こなしはいいんじゃないのかなと思います。まあそこまで凝った着こなしではないですし、再現性は非常に高いかなと思うので、よかったら皆さんも参考にしていただければなと思います。まあユニクロにもストライプシャツいろいろとあるんですが、まあせっかくだったら今季のユニクロと JW アンダーソンのシャツですね。なかなかですね、エッジも効いてるんですけども、大人世代にも似合いやすいので、皆さんもトライしてみていただければなと思っています。はい、続いて二つ目の全身ユニクロ初夏コーデなんですが、今度はですね、定番のですね、ユニクロのオープンカラーシャツですね。こちらを主役にした着こなしを組んでみましたが、いかがでしょうか。僕はですね、毎年このぐらいの季節になると、ユニクロのオープンカラーシャツの着こなしを皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、相変わらず今年のものもですね、バランスがいいので、新規に購入してきました。まあ素材感なんですが、コットンとレーヨンをですね、ブレンドしてありますので、自然な風合いの中にも、とろみ感だとか肌触りの良さだとか、あとはですね、着ていて上品な雰囲気が漂いやすいので、まあすごくよくできたシャツになってるかなと思います。まあデザイン自体はすごくベーシックで使いやすいんですが、まあサイズ感も本当にゆるさというところが取り入れられているので、トレンド感も簡単に取り入れられるかなと思います。僕が着てるのは M サイズなんですが、これぐらいでも全く問題がありませんし、もうちょっとトレンド感強めたいんだよなという方は、さらにワンサイズアップしていただいてもいいんじゃないのかなと思います。まあこれぐらいのサイズ感であれば、多くの大人の男性にはすごく馴染みやすいんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開は豊富ではあるんですが、個人的にユニクロのオープンカラーシャツはブラックのようなベーシックなものよりは少しですね、色をずらしてあげて、今僕が着ているようなオリーブですね、これなんか結構使いやすいと思うんですね。なかなかおしゃれが苦手の段階ではですね、こういったオリーブって選ばないかなと思うんですが、少しクロート感があるんですが、いつも僕がご紹介しているようなブラックのパンツとの相性もいいんですね。シャツもブラックだとちょっと上下ブラックで重たくなりがちなので、こういった黒パンベースの着こなしの場合にはオリーブはすごく使いやすいかなと思います。あとはですね、ベージュですね。これはまあ去年買ったものなんですが、ベージュもすごく使いやすくて、同じく黒パンとの相性がいいので、まあ、このような形でオリーブオアベージュで揃えていただければ、人との違いも出せますし、ちょっと気の利いた着こなしになるかなと思うので、まあぜひオープンカラーシャツをユニクロで選ぶときにはこういった色味をですね、トライしていただくといいかなと思います。まあ相変わらずベースはですね、白 T ですね。まあこれでちょっとこう爽やかさを出しながらの重ね着、そしてボトムスはブラックの、これはタックワイドパンツですね。僕が持ってるのは大体このタックワイドパンツになるので、こちらを合わせていますが、もうちょっとこう大人感を出したいのであれば、感動パンツでスラッと綺麗めな感じにするのもいいと思います。あとは感動パンツとこちらのタックワイドパンツの間のですね、スマートアンクルパンツみたいなもので、ここまではゆとりは出さないものの、適度なトレンド感を出したいのであれば、スマートアンクルパンツがハマりやすいかなと思います。まあそういった形でですね、上は少し色を変えてあげて、ボトムスで引き締めてあげるのがバランスがいいかなと思います。で、靴に関してはですね、正直何でも合うんですね。僕がよくご紹介しているような白系のレザースニーカーでももちろん合いますし、あとはですね、今履いているようなニューバランスですとか、他オネオネだとかサロモンだとか、ちょっとこうポッテリ系のスニーカーみたいなものにも合うかなと思います。まあ今回は着こなしが結構ベーシックなので、そういった時にはちょっとスニーカーで持ってあげるというところが、個人的にはバランスがいいなと思っているので、ニューバランスをスニーカーでややですね、デザイン的にも持った感じで仕上げてあります。そしてまあ結構シンプルな着こなしなので、やっぱりこう小物ですね、時計、バングル、メガネというところですね、やっぱ欠かせなくなってくるかなと思います。僕は年中ですね、メガネかけてることが多いんですが、夏場に関しては日差しも眩しいですし、どうしても身につけるものが少ないとちょっと寂しい感じがするので、基本的にメガネをかけることが多いんですね。なので今回も
メガネ入れていますが、ありかなしかで全然変わってくるんですね。ないとすごくベーシックな感じがより強くなってくるんですが、メガネかけることでちょっとした小物としての機能も果たしてくれるので、まあそういった使い方もいいんじゃないのかなと思います。まあこの着こなしも再現性すごく高いですし、結構簡単なので、よかったら皆さんもトライしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の全身ユニクロ初夏コーデなんですが、今度はですね、僕を動画の中でも割と定番的な立ち位置になっているニットポロですね、こちらを使いながら着こなしを作ってみましたが、いかがでしょうか。こちらはですね、ちょっと前のものになるんですが、今期のユニクロ U のですね、ニットポロになるんですけども、ようやくですね、活躍するようなタイミングになってきたかなと思っています。割とベーシックな見た目ではあるんですが、袖がちょっと長めになっていたりだとか、それに対して着丈はスッキリとしていて、ちょっとシルエット的には特徴的なんですが、割とベーシックに使いやすいので、こちらを軸にして今回は着こなしを作っています。で、その内側にはですね、白 T でもいいんですけども、今回はユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツのボーダーですね、カラーはホワイトを合わせています。まあ遠目で見るとちょっとグレーっぽく見えるんですが、ホワイトベースにブラック系のラインがですね、細かく入っているような、そんな柄になっています。結構この T シャツがつなぎになって使いやすいんですね。まあブラックのこういったニットポロの内側にグレー系っぽく見えてくれてですね、馴染みもいいので、まあ今回こちらを内側に使っています。そしてボトムスなんですが、まあいつもだったらこれにですね、白パンを投入して終了という感じなんですね。まあ一応こちらにも準備はしてあるんですが、まあ白パンだと軽快な感じで合わすことができるかなと思うんですが、まあ今回はちょっと男臭くですね、パラシュートカーゴパンツですね、これまたユニクロ U で、まあ最近は定番的に扱っているボトムスなんですが、こちらのオリーブを合わせました。まあオリーブのパンツってやぼったく見えるんですが、このようなブラック系のトップスと合わせてあげると結構ハマりがいいので、今回はニットポロと合わせて旬な着こなしを作ってみました。まあちょっとワイド感があってやぼったいシルエットではあるんですが、襟付きのポロシャツの上品さとうまくミックスさせてあげると大人世代も使いやすいかなと思うので、よかったらこういったものも使っていただきたいなと思います。まあもしですね、ちょっとこれだとやぼったく感じる場合は、ホワイトパンツで合わせていただければそのまま使うことができるんじゃないのかなと思います。で、足元なんですが、今回はですね、白系のスニーカーですね、アディダスのサンバを合わせてみました。まあ色としてはホワイトベースなので、このパラシュートカーゴパンツを持つやぼったさをうまくですね、爽やかにしてくれるのと、適度にアディダスのラインが入っていてカジュアルな雰囲気もあるので、割とこのやぼったい雰囲気とも相性が良かったですので、今回はサンバを合わせています。まあこのような形のコーディネートもちょっといつもと違う雰囲気で、なかなかですね、新鮮かなと思っています。僕自身ですね、黒パンとか白パン履くことも多いんですが、こういったオリーブ系のパンツを履いてあげると、ちょっとまたいつもと違ったテイストになりますし、まあ男性好みの着こなしが完成するかなと思うんですね。割と女性だったら爽やかなこう白パンだとか、そのあたりの方が好印象を持ってもらえるかなと思うんですね。カーゴパンツとかパラシュートパンツというのはちょっとこう男性的なアイテムかなと思うので、そのあたりは注意は必要かなと思うんですが、こういった黒系のポロシャツとはすごく相性がいいので、よかったら皆さんもですね、初夏の着こなしとして参考にしてみていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では全身ユニクロ初夏コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回はですね、先日発売になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションのシャツだとか、あとはちょっと前になるんですが、ユニクロ U のポロシャツだとか、さらにはユニクロの定番的なオープンカラーシャツですね、このあたりを使いながら初夏コーデを作っていきました。まあ、どの着こなしもですね、1枚で着るというよりは、まあ、重ね着をしながら使っていただくとですね、初夏に適した着こなしが簡単にできるかなと思いますので、まあ、ぜひユニクロで同じものを買い揃えるのもいいと思いますし、まあ、ユニクロ以外のセレクトショップとかでもですね、似たようなアイテムでちょっとユニクロより気分が上がるものもあったりするので、まあ、そういったものをうまく使いながらですね、今回の着こなし再現してみていただければなと思っています。まあ、これから夏本番を迎えるわけなんですが、その前にですね、初夏の着こなしを楽しむことで季節の違いを楽しむということもですね、結構ファッションの醍醐味だったりするかなと思うので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドのアイテムに関しましては、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、動画の下の
の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をこれ毎日お届けをしています。僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。